近い心理学。それではラジオネーム招き猫さん、ありがとうございます。お、招き猫さん、ありがとうございます。いや、今日も招いてますか。招かれてますかね。よし先生、バッチコイ、ありがとうのバッチコイ会社。アク先生、こんにちは。どうもどうも。アク先生の YouTube でフィンランドでの旅動画楽しく拝見しています。アク先生は海外渡航は面倒くさくはないのでしょうか。引っ越しみたいにいろいろ調べたり決めたり考えなければいけないことが多く、先生が以前引っ越しが苦手だと話していたので、こういうのは苦にならないのかなと思った次第です。私も海外行きたいなという思いはありますが、上記のように面倒くさすぎていつも断念してしまいます。こんな私にアドバイスを、という青木くんへのお便りでございます。そうですね、フィンランド動画を見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。で、確かに私は引っ越しは面倒くさいと言ってました。言ってましたね。はい。で、海外旅行も同じぐらい面倒くさいんじゃないですかみたいな話ですよね。面倒くさいですね。やっぱ面倒くさいんです。面倒くさい、面倒くさい。で、面倒くさいのに行けるその理由は、引っ越しほど面倒くさくないです、ね。ああ、うん。だって家、なんつったらいいの？そんなにやることなくないですか？海外旅行行くって言って。なんか、すごい大掛かりな準備して、なんかすごいどでかいトランクケースの中にいろいろ詰めて。でなんか保険どうして、向こう行ってからどこでご飯食べてとかって完全に考える旅行はちょっとめんどくさいなと思いますけど、ほう、うん、だからあんまり考えずにパッと行ける海外旅行であればそんなにめんどくさいなと思わないと思いますけどね。だからあんまりその考えずにパッと行ける海外旅行ってイメージがこう持ちづらいんじゃないかな。そうなんですよね、きっと。なんかさ、学会とかで海外旅行行くとしたら、そもそも学会行くのが目的じゃないですか、基本的には、うん。だからまあ別に学会に行ければよくて、だから学会に行くための準備をしていけばいいから。うん、だからプラス、ね、入国手続きどうなってるかとか、パスポートの期限あるかとか、うん、ぐらいなもんじゃないですか、他の旅行との違いって。あとなんかも日本で使いたい、日本のものでしか、なんか身の回りのもので使えるものと使えないもの何があるか調べたりとか、そうね、ぐらいじゃないですかねって。そうね。学会はまあ、うん、ちょっと観光旅行とは違う感じは確かにありますよね。うん、別にそんなに考えなくても行けるっちゃ行けるような気がしますけどね。まあ、あとお金ね。うん、だと思います。だから海外も日本もそんなに変わんないなっていう感じがしますけど、ね。うん。だから慣れの問題なのかもしれないですけどね。一回行っちゃうとハードル下がる気はしますけどね。逆に言うと私は引っ越し慣れしてないだけの可能性もあるなと思いました、ね。ああ。なんかもうちょっと荷物少なくミニマムで生活してたら別に引っ越ししてもいいやって感じにはなってるかもしれないですけど、確かに転勤が多い方、自衛官の方だとか、うん、まあ、なんかもう1時間ぐらいで引っ越し準備できるっていうからね。ああ、そうなんですね。だからそういう風に なんかなってないから引っ越しはめんどくさいのかもしれないです、うん、そうかもね。引っ越しか。でもそんな引っ越してするもんかね。まあそうっすよね。だからそれと同じように海外旅行ってそんなにするもんかねなんじゃないですか。ああそうだね、うん。でも私フィンランド行ったのはすごい久々の海外旅行でしたね。コロナ後初。コロナ後初ですね、うん。だからそれまでもだって学会で1年に1回海外行くくらいだったんで、そんなに行ってないんですけど。うん、そうね。そんなバカすか行かないもんね。うん。そうです。引っ越しはやっぱりなんかやることがあまりに多すぎるなと思いますけどね。だってその
そのさ、前後の1ヶ月以上って、だって引っ越しの片付けすることに全ての力を注力する必要性があるじゃないですか。まあね。海外旅行はそこまでないでしょ、さすがに、注力。まあまあ、せいぜい時差ボケで1、2日。うん。手続きするって言ったって、そんなにないと思うんですよ。そんなにないだろうね。だから全然なんかやっぱりコストが ないような気がする。自分の時間的に海外旅行も。そうね、まあ、招き猫さん的には海外旅行行きたいなという思いはありますが、めんどくさすぎて断念ということなので、だから、まあ、あんまりこう生き慣れてらっしゃる方ではないのかなっていう予想はしますけどね。あと海外旅行はなんかそれ以上になんかあの旅行する楽しみが単純にあるので、あの行きたいから多分行くんですけどね、なんか引っ越しのメリットってそんな感じたことないんですよね。引っ越し、まあ家が変わるのがメリットになるかならないかみたいなもんだね。なんかさ、あの転勤とかして全然違う地方に行くとかに関してはメリットはあると思うんですよね。なんか、まあ、メリットというか、まあそうせざるを得ないからね。せざるを得ないでしょうし、だって新しい環境とかに身を置いた方が、だって人生の経験量がそっちの方が増えるわけですから、その方がまあ、あの豊かな人生にはなるなとは思いますけど、でも旅すりゃいいしなって思うし、まあね、あの同じ職場でいるってなって、なんか自分の家から違う町に引っ越したりするっていうことにはそんなになんかあの意味を感じないってないですね、私は。あんまりないんじゃない、そのなんか特殊な事情がない限りさ、かなと思いますけどね。だから岩野さんみたいにさ、なんか住んでる家がなんかそのカエルの鳴き声がうるさすぎて夜なんかあの駅まで飲みに行くバスもないみたいなところだったらさっさと引っ越したらと思いますけど、まあ、でも今さ、そういうところにばっかり住むからね、結局 3回でしたっけ引っ越し。3回ですね。3回ですよね。3箇所に住みました、大分で。引っ越し慣れしてますよね、やっぱり。ああ、でもやっぱ引っ越しのたびに物は少なくなるね。だからさ、その書類書きゃめんどくさいね、引っ越しはね。確かにね。それなんですよ、結局、なんか住所変更とか。これ、マイナンバーとかに紐づいて、全部同時にやってくれるとかだったら、まだもうちょっと敷居下がると思いますけど。それにしてもね、書類もあるし、うちは物がまだ多いので、やっぱり物の処分っていうのが、私には結構、負荷が高いですね。そうだね。ちょっと、招き猫さんに、海外旅行に、なんていうか、行く、こう、プッシュをしてあげてくださいな。おう。あ、そんだけ？一回行かないかだけです。GO だそうです。バチコイ心理学。岩野がやっている認知行動コンサルティングオフィスでは、研修の講師や個別のコンサルティングを受け付けております。詳しくは概要欄から、ぜひ。